皆さんこんにちは。今回ゲストに来ました、桜の日和です。よろしくお願いします。あのこれ俺の番組じゃないですか。楽しみにしてきました。よろしくお願いします。まずは五星三心占いのカテゴリーで言うと、金のイルカ座っていうタイプなので、このタイプ、はい、基本負けず嫌いだったりとか、非常に頑張り屋さんなところと、まあ、ちょっとわがままのところも出やすいんですが、もう基本心が高校生から成長しない人たちなので基本テンション高1高2高3、まあ、この辺りどっかでも固まって、このままずっと大人になっている方が非常に多い、最もねパワーがあるしエネルギーがすごくあるタイプに非常に多いんですけど、ちょっと他のタイプから見てみるとわがままかなみたいな、ちょっと自己中心的に移りやすいんですが、すごく目標を決めてじゃあ頑張っていこうとする力が強いタイプですね。優勝の場合は、さらに、もともとの負けず嫌い意地っ張りなところと、楽しいことと面白いことが大好きなので、基本サービス精神は旺盛なんですが、ベースがやや理屈っぽいので、もともとだいぶ自由人なので、まあ、枠にはまることが好きじゃなかったりとか、なんかちょっと人と違うことやりたいなというところが昔から持ってるタイプですね。で、美意識と愛嬌を持ってるんで、こういった世界芸術系とかこういうものにすごく演技とか、声のものとダンスとか、に関してすごくいいです。ただあの色気が全く出ないので、どこ男っぽいと男の子っぽくなるんでやばいバレてる多分家族の前と身内の前だともろ男っぽさがものすごい出るタイプだと思います。で、ベタにお腹空くと機嫌悪いのと、寝てないとダメがもろ出るので睡眠欲、若い割には睡眠欲強いですね、はい、強いですね。もう寝てないともう本当に眠たい頭がいっぱいになっちゃって、はい、動かなくなっちゃいます、体が。 あと本当にお腹空くとすぐ分かるって言われます絶対今お腹空いてるでしょって言われて、お金の管理が下手くそなので、あんま貯めるとかちまちましたことできないので、なんか節約したつもりでもわけわからないのに急にお金使うんで、バッとなくなりやすい。気をつけないとですね。気をつけてください。で、運気の流れがですね、今年になってから一気に上がり始めてるので、もともと10歳で運命変えて15歳でちょっと芸能の推しが回ってきてるので、13、51ぐらいそこから変わり始めてるので、ちょうど今年から約9年ぐらい駆け上がるってところに始まってるので、今年より来年再来年良くなってくるので、ダダダダダダって良くなります。嬉しい。9年後なんてめちゃくちゃいいですよ。9年後に29歳の時か、30、あ、まあそんぐらいですね。29歳、30歳ぐらいまで駆け上がります。ダンスあんまやらないですか？ダンスやったことないですね。そうなんですか、ダンスやっといた方がいいですよ。歌とかダンスがすごく関わってくると思うので。どうですか？なんかミュージカルみたいなのが出てるのと、プラス海外も出てるので、いずれ海外行くと思いますが、生まれたとこからどんどん離れるっていう人なんですよ。そうなんだ。運気悪くなると太りやすくなるんで、なんか乱れるな、今スラッとしてますけど、運気乱れるとプッと太りやすくなるんで、体重増えたなって時、運乱れてる時なんで、目安として分かりやすいと思うので、それでちょっと気をつけようと。やっぱ調整とかそんなにかちょっと気をつけないとですね。しっかりしよう。恋愛運がとにかくバカは大嫌いなので、頭いい人尊敬できる人で、面白くて少年ポジションにはまりやすいんですが、ちょっと個性的な人とか不思議な人好きになりやすいので、自分では才能あるなと思って周りからしてみると、ずいぶん不思議な人好きですねみたいな結婚ですか？結婚願望は持ってないです。うそでももともと結婚願望なかったんですよ、全く。だけどここ最近、ここ1年くらいで結婚したいなって。それたまたま周期的に回ってきてるだけで、元戻ってきたのでまたなくなると思います。5年後か6年後にもう一回火がつくと思うんですが、その頃仕事が忙しくなってるんで、30過ぎないと結婚しないと思います。多分早くて34、35なんで。そっか、ってそう、なんかあるんですか？こっちとのバランスをずっと見てるので。へぇ、これも裏がめちゃくちゃ頑固なんですね。絶対言うことくれないですもんね尊敬すると聞くんですけど、しないと絶対聞かないですもんね。あ、でも尊敬する人しかこう周りにいないです。
仲良くさせていただいている方とかは、まあ、自分がここ尊敬できるなっていう部分がある方ばっかりですね。ちゃんと自己主張したいって言ってことを周りに味方詰まってくるので、すごくあのちょっとわがままのとかあるけどサービス精神が入ってるんで、そこまで悪く絶対映らないので、みんな面白いことしてこうよってやるとすごくうまくいくので、あれが我がになる時が出るより、ちょっと待って、そうここは自分だけど、ちょっと待って、みんなで楽しくしていこうっていうのを一個ずっと持っておくとすごい大成功します。でもセブンティーンで一番情熱家じゃないですか。一番エネルギーが強いですね。喧嘩したら一番勝ちますよ。喧嘩したら勝っちゃうんだ。あ、でも、まあ、理屈っぽいところがあるというか、はい、兄と喧嘩するとか、はい、家族と喧嘩するとかは結構一番なんか何考えてるか分かんないというか、一番怖い怒り方だから、なんかすっごい怖いんですって。なんか怖いですよね。謝るんですね絶対。怖いですね、恐ろしい。来年お金になる仕事来ますよ。2023年とか、ちょっと長期的というか、短期的にお金グッドより長くなる仕事が決まりそうなので、2023年初めてやる仕事は気がついたら結構長くやってんなっていうと思います。楽しみだな。なんかどん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 未来が楽しみですね。2022、23、24、ここで頑張ったことが後大きく人生に影響して変わっていくんですが、来年2023年は特に大事なんですよ。出会い増える、この1年出会い増えましたね。多分増えました。なんか新しい環境に行くことが多かったので、うん、その場であのどん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 人脈が広がっていきましたね。で来年もっとこれが加速します。ここもう1年、2024年かかる夏ぐらいまでがどんどん広がるので、なんかいい畑にいい種まくみたいな時なので、どんどんいろんなところにあって、あえていろんなことやってみよう、変化を楽しんでみようっていうのをやると、その先がもっと伸びてくるので、もともとちょっと、まあ、芸能とこういう世界が向いてるんで、そこまで多分何もしなかったら多分相当荒れてるというか、ごちゃごちゃしたところを多分この世界来てよかったです。よかった。超芸能がもろ向いてます。芸能とかダンス、余裕、芝居、声の仕事とか全部ほぼ芸能です。あとデザイン、ファッション、企画出すとかがすごく向いてます。あ、私もファッションすごい好きですよ。でも色と匂いにこだわるので、匂いフェチですもんね。はい、色すごく感覚いいので、いろんな色を見てこうっていうのを合わせるの好きなので。撮ってます。香りめっちゃ好きです。もういろんな香水集めちゃいます。バレた。バレちゃいました。初めてゲッターズさんに占いしてもらったんですけど、来年からどんどん良くなっていくということで、日々精進してまいります。はい、では、2022年11月の、運気のランキングを発表していきたいと思います。では第11位は銀の羅針盤座ですね。まあ裏運気に入るので、毎年、まあ例年ここは、まあ運気が乱れるというよりも人脈が変わったりとか、これまで興味なかった人に目が行くっていう時なので、普段だったら気にしないのにそこに首を突っ込んで、いや面倒くさいことになりやすいとか、あと友達との縁とかが少しぐちゃっとしやすいので、深入りしすぎないとか、過度に人に期待しないと、乗り越えられると思います。第10位が金の羅針盤座ですね。生理の年という、区切りがつく月に入りますので、悪く言うとその失恋しやすいとか、人と縁切りやすいところなんですが、不要なものが外れやすいので、いい意味でちょっと人と離れられたりとかするので、そういった部分はすごく気楽になると思います。第9位が、銀のインディアン座ですね。11月ぐらいから、人脈広がったり、やりたいこととかがすごく一気に広がってくるので、9位なんですけど、ちょっともうちょっと僕のイメージもう少し上にいるぐらい、フットワークを軽くする、あえて挑戦してみようとするとすごくいい月になってきますので、どんどん動いてください。第8位は、銀のイルカ座ですね。冬が少し弱いタイプなので、毎年少し気をつけてねっていうのはあるんですが、11月をきっかけにやる気になることを見つけられたり、あ、これかなっていうのは見えてくると思いますので、少し新しい人脈を広げてみるとか、新しいことに挑戦すると良くなると思います。第7位が、銀のカメレオン座ですね。年間通してずっと言ってますけど、やや大変なところに入ってはいるんですが、11月は、少し運気の流れがいい方向性に向かうので、自分の得意なことをより極めていくと良くなります。ただ悪友というか、なんだろう、学生時代の友達でちょっと
危ない人が出てきたりとか、昔の縁でちょっとごちゃごちゃしやすいので、そこだけ気をつけてください。第6位は金のカメレオン座ですね。ちょっとアップダウン激しくなるので、いいことと悪いことが混ざるみたいな、成績がすごく不得意なやつが伸びたけど、一番得意だった成績が全然伸びなくなるみたいな、なんかこの変にバランスを図るような時になるので、少し心構えしておくと良くなると思います。第5位が金のインディアン座ですね。来年2023年運気かなりいいので、その予兆とか前兆というか流れが少し感じ取られると思うので、たくさん遊びに行くとか、フットワークを軽くするとさらに良くなると思います。第4位が、銀の鳳凰座ですね。涼しくなってきますと力が発揮するので、特に、ここぐらいからこだわってたものはもちろん極めるのはいいんですが、少しちょっと新しいものに挑戦してみようとか、変化を少し面白がってみると次の人脈とか出会いとかにつながるので、やってみるといいと思います。第3位が金の鳳凰座ですね。2022年23年、ここが一番絶好調なところに入る始まりとか兆しがここで出てきますので、自分はこれ興味あるなってずっと思ったけどなかなか動かなかったっていう人は、まあ来月でもいいんですが、できれば11月から動き始めるとか、勉強するとか、本を読むとか、行動すると良くなるので、できるだけ動いてみてください。第2位は金の時計座ですね。11月になると思ったより評価されると思います。で、満足できることもあるし、いい出会いもあるしっていう時なので、あまり怖がらずガツガツ攻めるというより、流れに身を任せながら評価されるものをしっかり、素直に評価されておこうとか、急にポジションが上がったりとか、急にリーダーになるとか、急に学院長と生徒会長ってみたいな、なんか急にそんなポジションやるのみたいな、部長になるとかみたいなのがある時期なので、それは抵抗せず受け入れておくといいと思います。第1位は、銀の時計座ですね。2022年が一番運気いいんですが、ここがすごく運気いい時なので、とにかく人にたくさん会うことと、ちょっと受け身なところがあるので、待っていると変わらないので、あえて動いてみようとか、攻めてみようするとよくなります。で、イメチェンするとか、服を買うとか、少し華やかなイメージにすると、より濃いものが来ますし、で、かなりいい恋人ができるタイミングなので、ビビってないで動くと、素敵な恋人ができますので、動いてみてください。そして第12位が、金のイルカ座ですね。全体的に上がってはいるんですが、毎年ここ11月だけは乱気という時なので、判断ミスしやすいとか、身内と喧嘩しやすいとか、あと頑固になるとか、視野が狭くなりやすいので、無理に広げるとは言いませんが、あ、こういった考え方もあるんだな、あ、こっちの考え方もあるんだなっていう、ちょっと受け入れられるようにしておくと、そこまで乱れないと思いますので、ガオトをしすぎないとか、あと自己中心的に考えすぎないようにしてください。以上、ゲッターズ飯田でした。